テレビに映る政治家を見て喜び笑って見ても自分を取り巻く現状なんてやるはずもなくて、世界にはびこる過激を知り怒って叫んで見ても自分にできることなどないと悲しくなるわけ。何も変わらないこの国責めるよりも何を変わろうとしない自分を憎め。そう僕らは未来の担い手、この国を照らすことのできる光、ああ僕らは変わることができるから、夢を叫べ、希望を叫べ、自由を自由を叫べ。ネットに転がるたまごとを見て何で聞いても、そこに広がる言葉に